動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。昨日は夜中に深夜のバカ力じゃないや、伊集院さんが、伊集院さんというか後輩芸人の河野和夫さんが桃太郎電鉄を YouTube で配信してて、そこに伊集院さんが参加するっていうことがあったので、僕は見に行っちゃいましたね。でしかもさ、いい時間帯だったから、なんかもう飲んじゃおうと思って、お酒飲んじゃおうと思って飲みながらこう見ててさ、コメントもして、結構コメントも読んでくれたりとかしてさ、なんかこういう時代になってくると、こっち側にそういうラジオの人たちとか、そういうテレビとかでしか見られない人っていうのが来るんだなって思う。なんか時代の流れっていうのを感じますよね。だからさ、僕と同じ土俵に登ってきてるっていう感じがするから、そこがね、やっぱなんかちょっと、まあ、ご飯ができそうなんですけど、うん、なんか感慨深いというか、なんか寂しいやらなんやら、なんかいろんな感情が出てきますよね。で今日起きたらさ、もう家出る時間に起きちゃって、うわやべと思って、あ慌てて電車駅まで、まあ、駅まで走って2分なんですけども、そこまで走っていってね、なんとかなりましたけど、でもね、まあなんかそう考えるとライバルが伊集院光になるのかって感じになってきますからね、大変ですねはい、まあそんな感じですよ。まあ、ということでございまして、明日また休みなのでいろいろとやりますけども、土曜日にまた生放送をしようと思ってて、また大喜利やろうと思いますけども、この間モルカーだったんですよ。モルカーなのかモルカーなのか、イントネーションわかんないですけど、モルカーやったので、次はね、鬼滅の刃やります。ツイッターでしか鬼滅の刃を知らない人が考えそうな鬼滅の刃の話っていうことで、まああんまり鬼滅の刃の知識がない人がどういう話を考えてしまうのかっていう、そういうところを、ちょっと皆さんに募集してみようかなと思います。この間ちょっと皆さん作り方が難しかったかもしれないので、僕の方で例題を作っておきますので、それを参考にぜひ、まあ、参考にならないと思いますけども、ぜひよろしくお願いします。ということでございまして、今日のニュース読んでいきます。もうこれはね、長年の謎がついに解けたっていうところ出ましたよ。はい、ということで読んでいきましょう。猫のまたたびの謎、蚊よけ成分をつけるため。で、猫はなんでまたたびにスリスリと体をこすりつけるのかっていうのが、まあ、分かってなかったわけです。で、江戸時代にはこれすでに、分かっていたそうで、その江戸時代の浮世絵にも猫にまたたびという、ことで、描かれていたりとか、まあ、ことわざももうすでにその頃からあったということです。で、ことわざだったり、またたび入りのペット用のおもちゃがあったりとかですね、まあ、犬などの猫科以外の動物には見られない特徴としてよく知られているこのまたたびの反応ということなんですけども、一方でこの反応の理由っていうのは詳しくよく分かっていなかったということです。いろいろなメディアが伝えているので、皆さんツイッターで見たかもしれませんけども、チーム、まあ、研究チーム、これはすごいですね。岩手大学、京都大学、名古屋大学などの研究チームが実験で突き止めたと発表したというわけなんですが、チームはマタタビ用の、歯をすりつぶして含まれている成分を分離し、1種類ずつ猫に嗅がせてみた。するとネペタラクトールという成分に反応を示すことが分かった。この成分を含まれたろ紙を猫がいる檻の壁面や天井に置くと、猫は地面に転がらず頭を壁面や天井にこすりつけた。猫の反応はネペタラクトールを体につけるためだと分かったということで、他の猫科動物いっぱいいますからね、猫科って。他の猫科動物でも同じ反応があるか確かめるため、天王寺動物園や神戸市立王子動物園の協力を得て、ジャガーやアンムールヒョウ、シベリアオオヤマネコにネペタラクトールを嗅がせたところ、猫と同じ反応を見せたということで、これ映像があるけど、すげえなんかもうでかい猫がすごい猫になってるっていう、そういう絵なので、ちょっと見てもらいたいですけどね。これテレビ朝日じゃないや、朝日新聞のニュースの中にあるんですけど、チームはネペタラクトールの性質を調べ、蚊を寄せつけない効果を持つことも突き止めた。
そこで猫の頭に塗って顔30匹も放つ実験をした。これかわいそうだなすると蚊が頭に止まる数は何にも塗らない場合と比べて半減した。チームはまたたびの反応。これ猫かわいそうなのは何も塗られてない時のに食われる猫かわいそうですよね。基本的に猫って毛があるんですけども、鼻のところとか皮膚が露出してるところって噛まれますからね。前岩合光昭世界の猫歩きで蚊が猫の鼻に止まってる、あと耳の先っぽに止まってるっていう映像を見て、あ、こんなとこ刺すんだっていうのを知りましたけど、で、すると蚊に頭に止まる数が何もない。あ、これは読んだね。またたびの反応は、寄生虫フィラリアや病気を運ぶ蚊から身を守る重要な行動だと結論付けた。チームはネペタラクトールを使った新たな蚊よけ剤の開発につなげたいとしていると、まあ、結局のところ人間の役に立つかどうかっていうところにキーするかと思うんでございますけども、猫がなんでマタタビをつけるかっていうのはもともと遺伝子的にちゃんと有効性があるからやってたっていうことが、まあ、実証されたというわけでございます。ただ、まあ、この蚊よけの目的だけじゃなくて、じゃあもう一個気になるのが、猫がマタタビで酔ったようになる陶酔状態、なんでああいう状況になるのかっていうのは未だに分かってないと。関連性が分かってないわけです。チームは猫がマタタビを嗅いだ時の脳内状態を血液検査で調べ、いわゆる脳内麻薬の濃度が上がっていることも確かめた。チームの大学教授は、茂みに潜んで狩りをする猫は蚊に刺されやすく、陶酔の方は鎮痛の意味もあるかもしれない、意味があるのかもしれないというふうに話していたそうなんでございます。まあ確かに痒い痒いっつってで動き回ってたら獲物にバレますからね、鎮痛の意味っていう面でも必要なのかもしれないですけども、あの状態ですからね、またたび嗅がせた時のあの状態で本当に待てるのかどうかっていうのは疑問ですからね。それが正しいかどうかはまたこれからの研究に期待というところになるかと思います。ということでございまして、またたびの謎、解けましたという、そういうニュースでございました。